よし。おい、この辺りなんかあるぞ。待っていたぞ、勇者たちよ。え？なんだお前。我はプリンス・オブ・ナイトメアが四天王の一人、トーマ！四天王ですって？いや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 、ベタすぎだろ。普通のおじさんにしか見えないけど。我はこの門の守護者、ここを通りたくば我を倒してみるがよい。だがそう簡単に倒される我ではないぞ。四天王の誇りにかけてお前たちをほふってやろう。いっさあ来い、勇者よ。よし、ショータイムだ。頼むぞ、モナ。いけ、これで最後だ。終わらせ。強敵撃破、さすがだな。よし、やったか。さすがは勇者どもよ。よかろう、ならば行くがよい。我らが魔王が与えた試練、果たしてお前たちに乗り越えられるかな。惑うがいい、勇者ども。な、何？いや、ここどこだよ。どうなってるの？さっきとは全然違う場所に。入り口から見えてた王城の前だな。何かの力で飛ばされちまったのか。多分さっきの四天王の仕業だ。惑うがいい勇者どもとか言ってたろ。倒されるために存在するカマセイヌだな。ごめんなさい、展開についていけないんだけど。勇者だの四天王だの、ゲームとか漫画の話みてえだな。おそらくここは夏目の小説プリンス・オブ・ナイトメアの世界なのだろう。小説の世界？フォックス、読んでたよな。どんな内容だった？現代に生きるごく普通の青年が異世界の魔王として転生する物語だ。魔王となった主人公は自分を倒しにやってくる勇者を退けようとする。そのために魔王城の城下に罠や四天王を配置していくという話だった。だからさっきの人、私たちを勇者って。そんで勇者の方が本当の悪役なんだろう。ああ、その通りだ。最後まで読んだのか？いや、ちらっと見ただけだったけど、なんか予想ついた。我が輩たちは魔王に挑む勇者としてここに飛ばされたってことか。そういうことならかえって好都合だわ。ここがその小説の世界なら、夏目はこの魔王城にいるはず。そこに願いもあるはずよ。ああ、中に入れないか調べてみようぜ。あれ、そうね、なら。つか魔王城ってすげえな。なんかテンション上がってきたわ。声がでかいスカル、敵の本拠地だぞここ。お、終わりっぷ。まったくもう。まずは周囲を調べてみましょうか。
さてと。さすがにこれぶち破るのは無理だな。どうするよ。仕方ないわ。別の侵入口がないか探って。いや待ってくれ、この門確か奴の小説に。これだ、勇者の道を阻む試練の門。魔王の前に立つ資格があるか、勇者を試すための門だ。この門を開くには試練を乗り越えて3つの証を手に入れる必要があるらしい。マジでゲームだな。あの、魔王は勇者に入ってきてほしくないんだよね。だったら門を開くための仕掛けなんて最初から作らなければいいのに。それは言わないお約束だ。勇者がノーチャンスだと話が成立しないからな。それでその証っていうのはどこにあるのかしら。門を開くための証は城下に配置された3つの塔にあるそうだ。それらは四天王によって守られているとある。四天王なのに証は3つ？設定めちゃくちゃだな。塔のうちの1つはグレートリバーのほとりに立っているらしい。よくわかんねえけど、でかい川ってことか？現実の仙台には広瀬川という大きめの川があったはずよ。なるほどな。よし、まずはその川を探してみようぜ。っていうとこの辺りのはずだけど。ねえ、あの塔渋谷にあった牢獄塔に似てない？本当だ、てっぺんに鳥かごが見える。ひょっとするとあれが証があるっていう塔かもな。ってことは証はコアのことか。入り口はあっちだな。よし、みんな行ってみよう。しかしジェイルは広いな。マップに情報出しとく。迷うなよ。ここが入り口か。なんか書いてある。と雨を捧げよ。どういうことなのかな。多分なんかアイテム持ってこいってことだな。お約束のお使いクエストだ。太陽の祠と雨降る地に宝珠は眠ると小説には書いてあるな。ってことはその宝珠ってやつをゲットしてくればいいはず。初めからそう書けばいい。そう言うなソフィー、これはこういうものなんだ。ここは夏目の小説の世界だからな。勇者を惑わすトラップのうちということだろう。他に入り口はなさそうだし、宝珠を探しに行きましょう。研ぎ澄ませ。気になるものがあるな。あれは、おお、宝箱だ。開けよう。橋はあるけどこれじゃ通れないな。仕方ない、別の道を探すぞ。見える。研ぎ澄ませ。
シャドウ発見だ。この距離ならいける。ふん、見える。から行けば奇襲できんじゃね。研ぎ澄ませ。見える。奇襲いけそうだよ。シャドウ、正体を見せろ。何度、よし、もらった。チャンスだ。まだ来るな。飛ばしすぎんなよ。終わりだ。うまいぞジョーカー。ナイスだ。敵はあと少しだ。畳みかけろ。余裕だぜ。この調子でゴーだ。研ぎ澄ませ。役に立ちそうじゃねえ。シャドウを発見。どうする？怪盗は宝箱を見逃さない。なんだあれ。まだ気づかれてないよね。仕掛ける。なんか露骨に怪しい建物だな。もしかしてあれが太陽の祠か。となると宝珠はあの中か。確かめに行こうジョーカー。ちょ、いきなり暗くなった。っていうか敵。小説に書かれていた通りだ。宝珠は太陽の象徴。盗めば光が消える。そして宝珠を守る兵士が現れる。それってつまり。こういうことだな。先に言え。うわっ、まだいっぱいいる。アルキー、ペース考えた方が良くない？どう追い詰めた。はあ、危ないところだったわね。お稲荷、大事なことは早く言え。さてと。再びまみえたな勇者どもよ。お前はさっきの四天王。確かドーム。ドーマ、四天王ドーマだ。俺たちをここまで飛ばしたのはお前か。それが我の役目。勇者を試練に挑ませることだな。そしてこの地こそ我が本当に守護する場所。雨降る地の宝珠を奪いたくば我を倒していくがいい。私たち怪盗じゃ。ペルソナ
こいつでしまいだ。強敵撃破、さすがだな。今度こそやったか。もはやこれまで見事だ、勇者どもよ。だが我は四天王の中でも最弱。いや、それ自分で言うんかい。残りの四天王が必ずやお前たちを倒すだろう。マジ何だったんだあいつ。とにかくこれで先に進めるわ。宝珠を取りに行きましょう。おちょっと待って。ふむふむ。これは急に降り出してきたね。もしかしてここが雨降る地のようだな。宝珠は近くにありそうだ。なんだあれ。怪しすぎんだろ。あそこに置いてあんのか。罠かもしれないが行くしかないな。警戒は怠るなよ。お宝に似た気配。あいつは動く宝石。ホーマだ。逃げられる前に倒すぞ。逃走の機会を伺ってるぞ。ジョーカー、逃がすな。宝石カット。何だったんだ今の。異世界で稀に姿を見せるレア物のシャドウだ。我が輩たちはホーマと呼んでる。いろいろおいしいやつなんだ。なるほどな。ホーマ覚えた。そいつを見つけたらさっきみたいに倒せばいいのか。ああ、逃げ足が早いから注意しろよ。少し辺りを探索してみましょうか。入れそうな場所があるかもしれないわ。研ぎ澄ませ。見える。研ぎ澄ませ。ライバーつけた。あとは任せるぜ。はっ。気になるものがねえか。チェゲットだ。見える。つけておこう。近くにシャドウの気配があるぞ。研ぎ澄ませ。サーチライトだ。
見つかるなよ。はっ、あー、こりゃ警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。やはりここにあったな。貴様ら、何をしている？いただいていく。こうする敵がいるな。白熱なら大ダメージ。敵減ってきた。もう少しだよ。招待バルキリー食らえ。おお、やるじゃねえか。おお、見事だな。これで太陽と雨が揃ったわね。塔のところまで戻りましょう。てか、雨止んでない？そういや俺ら、ここだと勇者ご一行様なんだよな。誰がどの職業とか決めてみね。到着。さて進むとするか。警戒度高し。迂闊な行動はダメだからな。よし、宝珠をはめてみようぜ。この先に証があるか確かめに行こう。あれは よく来たわね勇者たち。出た。この人が四天王ってことでいいのかしら。その通り。私はプリンスオブナイトメアが四天王の一人。アンテ、証を手に入れたくばこの私を倒してみなさい。言っておくけど、私をドーマのやつと同じと思わないことね。ドーマって誰だったっけ。さっきボコってきたやつ、最初の視点の。いいことを教えてあげる。ドーマ、あいつは視点の中でも最弱よ。私はあいつの数倍強い。あわり、知ってたわ。とにかく倒すしかなさそうね。お前ノリノリだな。さあ勝負よ。レッツショータイム。ジョーカーやっちゃえ。私の負けだ。扉を開けてあげる。せいぜい気をつけていくの。さようなら、私の愛した男。なんか謎設定加わってるし、とにかく証を取りに行くぞ。これ
増しってやつか。おそらくな。だがこれはプリンスオブナイトメア、夏目暗号の小説ね。またあいつの本かよ。なんでこれが証なんだ。これって多分ジェイルのコアだよね。渋谷の時と同じやつ。ああ間違いねえ。キングをキングたらしめてる力の源、どうやら牢獄島とコアはジェイル共通の仕組みらしいな。証はあと2つ、残り2つの牢獄島を探さないとな。フォックス、何かヒントはないかしら。本によれば残りの塔は雨降る地のさらに先にあるようだ。さっきの雨が降ってた場所ね。よし、この調子で集めちまおうぜ。広いかしら。ヨハンナで走ったら気持ちよさそう。警戒度高し、迂闊な行動はダメだからな。なんか騒がしいな。結構警戒されてるっぽいぞ。結構警戒されてるっぽいぞ。開きやがった。証を持つ者に扉は開かれる。なんだあれは。なんか光ってるね。警戒度高し、迂闊な行動はダメだからな。見える。おい、この辺りなんかあるぞ。スカル、出番だ。無理な条件だな。なんとか巻き返せ。新調子の弾がカッカするぞ。来る敵がいる。時空が確裂で追撃だ。雨の渦め、一
ただいていく。うまい。残る敵はわずかだ。一気に片付ける。やべ、あれ、研ぎ澄ませ。終わったのか。あっけないな。次も頑張りましょう。はっ、よし、いねえな。とっとと行こうぜ。お、これまた宝珠だ。今までの流れからするとこれを使えば扉が開くんじゃないかしら。察しがいいな。おそらくこれは三色の宝珠、赤、青、黄色の三つの宝珠を集め封じられた扉を開いていくとある。よし、この宝珠で開く扉がないか探。待て、その前に敵だ。過ぎて眠くなる。この調子で進むぞ。シャドウがいる。要注意だ。うわ、開いた。でもまた同じような扉があるわね。こいつもどうせ宝珠がいるんだろ。その辺探してみようぜ。あれは、よし、ショータイム。しまった、油断した。行くぞ、嫌え。弱点にヒット。さすがジョーカー。終わりだ。余裕だぜ。よし、どんどん行こう。ターゲットロックオン。消えろ。見えない。研ぎ澄ませ。あれは余裕すぎ。歯ごたえない。次もうまくいくといいね。書くか。見える。貫け。白熱が弱点だぞ。決めちゃえ。あと一つだ。一気にやるぞ。宝珠だ。頂戴するとしよう。宝珠は渡さんぞ、勇者ども。シャドウ出た。みんな片付けちゃって。招待雨の渦め、くらえ。敵はまだ来る。気力の温存をおすすめする。終わりが見えたかな。思いっきりやっちゃおう。招待雨の渦め、くらえ。手に入ったね。これで扉が開くはずよ。戻りましょう。研ぎ澄ませ。シャドウいたよ。どうする。うん、開いた。残りは黄色の宝珠かな。あれは
ジャックフロスト奪え。凍ってる敵もいるな。白熱なら大ダメージ狙えるぞ。チャンスだ。追い詰めた。はっ、物片付けようぜ。研ぎ澄ませ。あっという間だったな。研ぎ澄ませ、うん、次も頼むぞ。あれは、なんか騒がしいな。結構警戒されてるっぽいぞ。見える。おや、これは怪しいな。うん、まあまあ。この宝箱、今は開けられないぞ。警戒されすぎたな。あれは、シャドウ発見だ。研ぎ澄ませ。あれは、これで全ての門が開いたはずだ。あとは牢獄塔を目指すのみ。よし、一気に突入するぞ。やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。仕掛けるか。みんな守ってくれない。やるじゃねえか。うまく使ったな。いつもすごいね。炎上している敵がいるな。疾風か隔熱が効果的だぞ。援軍を要請する。リシャーチャー、いただいていく。一掃する。おお、やるじゃねえか。うまく使ったな。すごいな、ジョーカー。私をてこずらせるぞ。やるな。ヘリソン、くらえ。メイ
四天王の一人クーガ、ドーマとアンテを倒すとはお前ら少しはやるみてえじゃねえか。だが俺様を奴らと同じだと思わねえことだ。なんかさっきのやつと同じようなこと言ってね。キャラの書き分けできてないか、引き出し少なすぎてコピペしたってとこだな。前もこのノリ付き合うのな。威勢がいいな、気に入ったぜ。さあ勝負だ。敵の攻撃が来る、みんな備えて。いただいていく。ナイスジョーカー、弱点にヒット。ただジョーカー倒れろ。このまま行くわ。ジョーカーの追撃がヒット。いけるぞ、ショータイムだ。ショータイム、リリム食らえ。おっ、すげえわ。もうやるじゃねえか。強敵撃破、さすがだな。よし、あとは塔を登るだけだ。一気に駆け上がるぞ。ここのコアはトロフィー？爽快者大賞だって。これもどうせインチキだろ。でもこの日付、会心事件が起きるより前のような。じゃあ実力だったってこと？それはなさそうだけどな。パクリで賞取れるほど甘くないはず。とにかくこれで2つ目の証は手に入った。残るはあと1つか。探してないところといえば、入り口近くに別の扉があった。そこはどうだ？証ゲットしたから開くかもな。とりあえず戻ってみよう。よかった、シャドウはいないよ。されたな。もうちょっと慎重に動かないと。ダメだ、この宝箱開かない。警戒されてない時に来よう。シャドウだ、注意し。お、警戒度高し。うかつな行動はダメだからな。はっ。あー、こりゃ警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。牢獄塔が見えるわね。入り口は閉まってるみたいだけど。
あれじゃ中に入れないな。本にヒントないか、フォックス。作中の勇者たちは透明な床を渡って侵入したとある。透明な床なんてどうやって探せばいいんだろう。目を凝らしてみるしかねえな。透明な床ってやつを探…あれは…お前ら何者だ。そうだ、この木なかなかの自分心をくすぐるようで、スパーンって投げたりしたらかっこよさそうだぞ。お前のジョーカー、ナイスだ。かっこいい。見える。今ならいけるな。奇襲仕掛けるか。おい、おぎすなんか気になるもんがあるぜ。さてと、奴がないか集中して見てみてくれ、ジョーカー。見える。いける、好きなタイミングでいいからな。チェッ。研ぎ澄ませ。あれはで透明じゃんか。研ぎ澄ませ。大丈夫？落ちたりしないかしら。いや、いけそうだ。これ渡って牢獄島に突入するぞ。透明な床、面白いな。落ちないように慎重に。膝が震えちゃう。リリム、くらえ。シャドウか。見える。いいものを拾ったぞ。おお、宝箱がある。これは見逃せん。よし、研ぎ澄ませ。はっ、チェッ。あれは見える。ふっ、チェッ。待っておったぞ、勇者たちよ。わしはプリンス・オブ・ナイトメアが四天王の一人、ベーテロじゃ。ゲゲ、今度はおじいちゃんか。なんかやりづらいね。ちょっと小づいたら倒れちゃいそう。わしを侮ると痛い目を見るぞい。わしは四天王最強、ここでお主らをほがってくれよ。でもそうやってかかってくるなら容赦しません。おとなしく証を渡して
な、何？お嬢ちゃん、ナイスパーリーじゃのー。眼福眼福。よし、しばこう。なんかスケールアップしてんな。よし、ショータイムだ。頼むぞモナ、決めてやれ。いただいていく。俺も続くぜ。ジョーカーの追撃がヒット。スマッシュ。ジョーカーカスリッシュ。最強怪盗団のリーダーだ。招待セタンタ食らえ。おお、やるじゃねえか。ジョーカー強敵を撃破。わしもここまでか。メイドの土産にいいものを見れたわい。勝手に土産にすんな。セクハラジジイは成敗した。あとは証を手に入れるだけだ。さあ一気に登りましょう。よし、これで3つの証は揃ったな。最後は万年筆か。作家らしいといえばらしいが、これで魔王城の門が開くんだよな。あ、やつの小説によればな。いよいよ魔王城に突入だ。たく、苦労させやがって。待ってろよキザ野郎。ちょっと待って、突入前に一旦現実に戻らない？敵の本拠地に乗り込むなら万全の準備をしておきたいわ。賛成。さっきの敵なんか疲れた。パンサーお疲れ様。ふう、ここは仕切り直すのもありか。どうする、ジョーカー。大仕事の前には休養と準備。これ怪盗の鉄則な。決まりね。それじゃあ帰還しましょう。敗れただと？は、怪盗団を名乗る新手の勇者たちね。怪盗団？あの世間を賑わした。まさか僕を、いや我を改心させようというのか。この魔王を倒そうなど少子。他の勇者同様返り討ちにしてやるさ。魔王が支配する完全な世界。誰にも侵させはしない。たとえどんな勇者が相手だろうと。つけておこう。